時間を忘れて読めますね。まあ、全員俺の家族サッカーしてて、4人兄弟で弟が兄が、まあ、漫画読んでて、すごいなんか熱中して見てたので、俺も見ようと思って一巻見たらもうハマっちゃって、そこから全もうずっと見てますね。大友だっけ、なんか結構チャラチャラしてる。大友なんか俺も結構試合前緊張してて、そういうシーン、なんか共感できますし、まあでもプレイしたらすごくこうコミュニケーションも取れてて、プレイもしっかりしてて、でも普段はおちゃらけてて、すごく面白いキャラというか、好きなキャラクターですね。自分も中盤なんで同じですし、比べちゃうというよりかは、まあそうですね、共感、頑張れと思ってますね。こうコミュニケーションがああやって取れるのは本当に重要ですよね。そうですね、自分もコミュニケーション取るのすごく苦手なので、まあ、そうやって、まあ、冷静に試合の中でも取れてるっていうのは、自分も真似しないといけないと思うので、まあそうですね、アオアシから学べるものもたくさんあるなと思いました。高校からプロの試合多分絡んでたと思うので、それはすごいなって思ってましたし、なんかアシトのことをなんかすごく褒めているというか、面白い選手みたいな風に言ってるところとか、なんか、まあ、なんとも言えない表情が見てて不思議な選手だなと思いますし、栗林のサッカーノートを見た時のアシトがなんかすごく、アシトだけ理解しているというか、場面あるじゃないですか。あそこで栗林がお前読めるんかみたいなところはすごく面白かったですね。まあ、ノートで説明するかは分からないですけど、田中選手はどうですか？こう例えば自分が描いてるプレーを分かってくれる人がいたときって。そうですね、やっぱりなんか、まあ、言葉でもそうですけど、まあ、もうなんか自分がボール持った時とかにそこにいてほしいっていうところに、もう言わなくても分かる選手ともいるので、そこにいてくれるとなんかすごく助かるというか、嬉しさという、まあ嬉しいというよりかはまあ助かるというか、ああいいとこいてくれるっていうふうになりますね。まあ、ポジショニングのことっていうか、夜中にやってる腰に紐つけてやるじゃないですか。福田監督とかいろんな人集まって。ああいう時とかも守備の時でもあっちのセンターバックがずれたら自分も同じ距離で動くみたいなシーンとかもあれとかも、まあ、自分も本当に改めてですけど、まあ、ポジション変化はちゃんとして守らないといけないっていうのはありますし、まあ、自分も、まあ、去年はあんまやらなかったですけど、たまにサイドバックもやったりするので、まあ、なんか本当にそういう細かいところの戦術まで、アオアシは描かれているので、まあ、サッカー経験者からしたら、もう絶対見たら面白いと思いますし、ハマる漫画なんだなと思いました。福田監督が、まあ、サイドバックが足りないっていう、理想の選手がいないっていうふうに言ってると思うので、まあ、その理想の、もう福田さんが思うような、サッカー選手というか、そういうプレイヤーになって、福田さんのもとで、まあ、日本を取ってほしいというか、もっと日本代表アンダーにも選ばれていくところも見てみたいですし、まあ、自分も一応アンダーの代表入っているので、またアンダーの代表入った時には、そういうまた代表入ってた人には分かるような描写というか、共感できるところを、まあ、見れたらすごく嬉しいというか、面白いんじゃないかなと思います。田中選手ももうあれですよね、もう目指すところはアンダーというよりはもう A 代表ですよね。そうですね。でもまあ、アンダー経験者はまあ、サッカーしてる人なら山ほどいると思うので、まあ、A 代表は本当に簡単に入れるところではないと思うので、まあ、アンダーで満足せずに、まあ、A 代表っていうのを狙っていけたらいいなと思ってます。